第三商業高校キャプテンの石井です。今年のチームは1年生6人、2年生5人、3年生3人の計14人です。普段の練習はグラウンドを使って練習をしています。春の大会は1回戦負けで悔しい思いをしたので、その悔しい思いを晴らすために今練習をしています。新チーム結成から5月中旬までの練習試合で2勝を挙げていますが、守備に課題があるということで実戦を想定した守備練習に取り組み、チーム一丸となって久しぶりの公式戦勝利を目指します。部長の立野くんです。神尾くんです。今年のチームを教えてください。今年のチームは去年のバッティング中心のチームとは違い、守備もしっかりと取り入れ、攻守ともにバランスのいいチームとなっています。はい、今年の大会の目標を教えてください。3回戦まで勝ち抜きます。はい、ありがとうございます。全体合戦おー